愛称とは、特に親しみを込めて、対象を呼ぶために用いられる、本名以外の名前の一種である。あだ名、ニックネーム、ペットネームとも言う。なお、あだ名、あだ名も、あだ名と読むが、こちらは、悪評、事実無根の評判、男女関係についての噂を意味する語で、あだ名、あだ名とは、意味が異なる。犬に対する、ポチや猫に対する、玉など、 本来の由来から離れて普遍的な愛称として定着しているものもある。また、自衛隊の装備品にあるように現場での愛称と防衛省がイベント的な意味合いで公募した愛称がある。詳細は陸上自衛隊の装備品一覧を参照。愛称が付けられる対象には次のようなものがある。アメリカではニューヨーク市をビッグアップル、ニューヨーク州を エンパイアーステート、オレゴン州、カリフォルニア州、ワシントン州の西海岸3州を、レッドウッドカーテンの向こう側、コネチカット州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、メイン州、ロードアイランド州を、ニューイングランドと称するように、都市や州などに相性をつける場合がある。広告業界においては、愛称を考案、普及させるのは、企業、マスメディア、 特定の商品や場所の宣伝に関わるものなどある場合が多い。また商品やサービス、キャラクターの場合は、公募や選考委員会によって決定される場合もある。イーデンのように、公安宣伝されながらも定着しないままに終わる愛称もある。ヨーロッパ諸言語においては、多くの場合、特定の名に対応する短縮型が存在する。日本ではこれを、 愛称系と表現する場合もあるが、現地では、通称として、公式文書への署名などに使用できるものであり、本校の趣旨である、愛称とは、意味を意味する。例えば格闘家、ボブサップの、ボブは、ロバートの短縮型を用いて、ボブサップと呼ばれる。また彼の愛称は、野獣を意味するザ、ザビーストである。ビル・ゲイツの本名も、ウィリアム・ヘンリー・ゲイツである。ニックの語源は、 も、またを意味する、初期英語、イークであり、あだ名を、イークネームとしていたものが、後に生まったものとされる。チャンネルネームバッチ。ありがとうございます。